さんこんにちは。フィールドホッケー日本代表山崎浩二です。僕は最近 YouTube 始めました。フィールドホッケーをまだ知らない人もいると思うので、少し、説明していきますね。ホッケーはサッカーと似たスポーツでもあります。で、フィールドホッケーは、青い芝が今主流になっていて、そして芝は濡れている状態です。ボールスピードが速く本当にスピーディーな展開があって、一瞬でゴールが決まることがあるのが、ホッケーの魅力だと僕は思っています。そして2018年のアジア大会では、男子ホッケー日本代表、初の金メダルを獲得しました。それによって、今年開かれる、東京オリンピックの出場権を約53年ぶりに獲得しました。今回の動画はドリブルについてです。ドリブルといってもいろんな種類があるんですが、この動画ではドラッグドリブルについてやってみました。ドリブルで、での悩み僕もあったんですけど、小さい頃ボールが抜けるとかいうこともありました。でもう一つはそのドラッグドリブルをする上で、スピードが上がらない。試合の中ではそんなにスピード乗ってドラッグドリブルをするってことはほとんどないんですが、このドリブルを身につけることによって、ボールコントロールだったり、感覚的な部分が高まると思います。この動画を見てドリブルを学び、ぜひ自分のものにしてください。この動画は僕が大学2年生の時にめちゃくちゃドリブルしていた時の動画です。大学時代は本当にドリブルのことばっか考えてて、ドリブルがめちゃくちゃ上手くなりたいなと思って、毎日本当に365日、ドリブルの練習をしてました。で僕は朝起きたら毎日ドリブルとリフティングをする、夜寝る前にドリブルとリフティングをするっていうルーティーンもあって、そのくらい今もホッケーは好きなんですが、そのくらい本当に練習してました。高校生と大学生の時が一番ボールに多く触れたんじゃないかなと思ってます。でドリブルやリフティングをする上で、自分で新しい技を考えたり、ボールコントロール技術が高まったりすることが楽しくて、たまらなかったです。現在の、高速ドリブルを、今練習してるんですけど、こういうふうに1往復、しながら、だんだん感覚を高めていくっていうのを僕も撮影前に練習しました。少しミスがあったり、スピードが、出してなかったりしたんですけど、やりながら感覚を戻していったって感じですね。でポイントとしては、しっかりドラッグして自分のリズムにはめていくっていうのが大事で、このドラッグドリブルで、ボールが抜けるっていう人はしっかりボールをスティックで引っ掛けてドリブルするようにしてみてください。僕のチャンネルを見てフィールドホッケーを知ってもらえたり、興味を持ってもらえると嬉しいです。よかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。